突然な感じはするかと思いますが、チカログ。 Hey guys, it's Chika. 皆さんこんにちは、チカです。今日はちょっとビッグなお知らせというかご報告があります。 Are you guys ready? Am I ready? Here goes! I am getting married! バイリンガール、結婚します。今まであまり恋愛の話とか、まあ、結婚観について動画でシェアしていなかったので突然な感じはするかと思いますが、この度結婚することになりました。相手の方なんですけど、皆さん多分バイリンガール的に日本人外国人って疑問に思っているかと思います。日本人の方です。ワンリンボーイです。これからちょっとバイリンボーイを目指して頑張ってもらいたいなと思ってるんですけど、動画のお仕事をしている方で、いろんな企業の動画のプロデュースとかをやっています。というわけで仕事を通して出会ったんですけど、あるイベントで出会いました。その時私まだ1万人の登録者もいなかったのかな。それで自分をアピールしなきゃと思って、みんなの前でどんなチャンネルをやっているのかというプレゼンをさせていただいて、それをやったからみんなに知ってもらったのもあるんですけど、実はその時参加していた彼にも知ってもらうきっかけになりました。カンナムスタイルの踊った動画を皆さんとシェアしたんですよ、そのイベントで。オッパンカンナムスタイル、なんだこの人って思ったらしく話しかけてくれて、まあ、名刺交換をしたんですけど、その時は私何も本当に It wasn't love at first sight、 一目惚れとかでは全然なくて、その後動画をいろいろ見てくれたらしく連絡があって、ちょっとお仕事の話をしたいんだけど打ち合わせできないですかと。で打ち合わせをした時に1枚の紙を渡されたんです。これどうですかって、この企画で、その紙を見たら、え、バンジー、さよなら、やば、あのバンジーは彼にやらされたんです。そうやっていろんな無茶ぶりをされてきました、彼に。そこからいろいろとコラボする機会が増えたんですけど、お互い仕事をしていく中ですごく、まあ、信頼するようになりましたし、作品に対する情熱とか愛っていうのが彼はあったから、やっぱりそれをどう面白く見せるかっていうところに関しても私のこだわりとかをちゃんと尊重してくれたり守ってくれたり、仕事をするパートナーとしていいなと思い始めたんですよ。その年末にダイヤモンド富士の話を彼がしていて、すごい物知りなんですよ。だからいろんなことを教えてくれて、実はクリスマスの日25日に出てくるダイヤモンド富士が実は一番綺麗に見えるんだよっていう話をしていて、その時はまだジャパナゴスが始まってなかったんですけど、年始にはジャパナゴスをスタートしたいなと思っていたので、ダイヤモンド富士でスタートしたいと思って、まあ、一緒になかなか夜中ねかけて見に行ってくれる人もなかなか周りにいなくて、私から一緒に行ってくれませんかってお願いして、そしたら来てくれて、大変な登山ではないんですけど1時間ぐらい朝登山して、そういう体験するとちょっとねなんか好きになっちゃったりするじゃないですか。そこからそういう風にお互いを意識するようになったのかなと。で数ヶ月後に、まあ、実際付き合うことになって、パーソナルライフもワークライフも両方共有する形になったんですけど、それはそれで結構最初は大変だったこともありましたね。仕事の話になると私基本不機嫌というか、自分のチャンネル守らなきゃみたいな感覚になるので、だから多分すごく面倒くさいと思われたこともたくさんあったと思いますけど、でも彼もそうやって同じ立場に立ってくれて、私の動画もすごく応援してくれてますし協力してくれてるので、最終的にはお互い同じ方向を目指してるんだなっていうのがあったので、これからも仕事も共有しつつ温かい家庭が築けるなって思いました。そしてまあプロポーズなんですけど、去年の12月ダイヤモンド富士に行ったんですよ。また龍ヶ岳を登ってダイヤモンド富士で
ダイヤモンドをもらうという、さすがクリエイティブな仕事をしているので、もうかなりロマンチックでいい企画をしてくれたんですけど、ちょっとその後のオチはこちらの動画をご覧ください。来た。Are you marry me? 英語が間違ってる。 Will you marry me? って言わないといけないのに。 Are you marry me? 英語間違ってる。え、何？間違ってる。 If you're ready, like I'm ready. I know. Yes. そういうハプニングがありました。でもとても彼らしいし、まあ動画のネタ的には面白いかなと思って笑って終わったんですけど、まあ、そういう形で婚約しました。彼のサポートがあってできている動画とかも最近は本当にたくさんあります。たまにその誰が撮影してるんですかっていうコメントをいただくんですけど、彼が撮影してくれてることが多いです。と、私あんまり人の意見とか聞かないタイプ、もう自分がこれやるこれって思ったらもうそれしかないって思ってるので、そんな私が唯一どう思うって聞きに行ける、まあ、相手なので、本当に何だろう、私一人ではなくてもうチームでやっているんだなって思っています。来月ハワイで式を挙げてきます。もちろん動画はアップしますので、動画を通して皆さんにも参加してもらいたいなと思ってます。もう YouTube を始めて4年以上経つんですけど、本当に最初の動画の頃から見てくださっている方とか、戻って一から見てくださった方とかもいると思うんですけど、本当に、まあ、この4年間でいろいろ化粧の濃さとかもね髪の毛の長さとかもいろいろ変わってきているんですけど、またこれからその新たなちょっとライフステージにが始まるので、これからも温かく見守っていただけたら嬉しいです。皆さんもこの4年でいろんな状況が変わってたり、まあ、留学したり海外に住み始めたり、いろんなことをいろんな経験を積んでいろんなことを乗り越えてきていると思うんですけど、これからも一緒に皆さんと一緒に人生を歩んでいけたらいいなと思っています。もちろんそのうち、まあ、すぐではないですけど子供も欲しいなって思っていますし、私のちょっとした将来の、まあ、夢までいかないですけど、将来やりたいなって思っていることが、家族で仮装大賞に出ることです。もうクリエイティブファミリーでいろいろなんか面白いことをしていきたいなっていう妄想を最近ちょっとずつするようになってます。まあ、この動画アップして彼はすごくドキドキしていると思います。ちかともが彼を受け入れてくれるのかっていうところで、まあ、応援の気持ちも込めてグッドボタンを押していただけたら本当に私もすごく嬉しいです。今日は本当に長い動画最後まで見てくださってありがとうございます。そしてこれからも末永くよろしくお願いします。 Alright, see you guys on Wednesday. また水曜日にお会いしましょう。 Alright guys, bye。あ、そして実は今日日曜日じゃないですか。で、日曜日はレッスンするってお伝えしたので、ちゃんとレッスンも作りました。こうやって友達から結婚の報告を受けた時に言える使えるフレーズをシェアしています。ぜひチェックしてみてください。